浜レオンです。こんにちは。こんにちは、チャンネルつよりです。今日はね、はい、なんやろ、何年ぶりとかになるんかな、開封動画です、まあ、開封動画というかお客さんの持ち込みクラブというか、はいはい、うちで三浦技研の KM700 のカスタムを組んでいただいたお客さんがおって、ぜひレオン君に言ってもらいたいと。僕にも、はい、アメリカではめっちゃ売れてるらしい。あの形が発売前に出る、なんか出るでぐらいはあるじゃないですか、うん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 、で情報入ってて、でもすぐアイアンが欲しかったから僕 TC101 はいはいはい、はい、したんですけど、うん、欲しかったらどうするんですかしかもあの会長の、三浦会長の勝マーク、はい、あれが入ってる、あの人のやつ。アダム・スコットのアイアンにも入ってるやん、勝マーク。あ、そうなんですか。うん、勝則さんかなんかでしたよね。勝博、勝博さん三浦勝博やったと思います。はい、一回会うたもんな、三浦行った時。僕握手して僕も神の手になれますかって言った。もう女の子みたいなテイストの質問とは別の答えが返ってきましたけどというね、ちょっとアイアンなんですけど、はい、まあせっかくそうやって言ってくれたんで、はい、まあレビューしていこうかなと思うんですけど、まあ今更感はありますが、はい、はい、もう開けていいんですか。はい、ちょっと見ていきましょうか。7番6だった7番がいいですね。今回あの三浦さんの方で、三浦さんの方でね、組み立てもしてくれるんですよ。今回三浦さんの方でこの OTI、 僕と一緒ですね、はい、85S ですね。お、かっこいい、かっこいい、青、青めっちゃかっこいい、めっちゃセンスある、ネイビーっぽい。こっちも、うん、わかるかな、めっちゃ綺麗な青やな、うん、いやなんか鉄が綺麗、なんか光ってる。確かにこれ会長が手掛けたやつやろ、だからこのカツが入るね。うん、あ、どう顔いいですね。顔もいい、なんかここが気になるかなと思ってたんですけど、はいはいはい、カンカンってなってる感じが。ほんまやな、構えたら意外とそうでもないというか。薄い、薄いですね難しそう、僕の TC より薄そう。あ、なんかすげえとんがってんな、イオンって。斬新やな、あ、なんかこの辺も落としてるし。うわ、ほんまや、なんか抜けが良さそうな感じはありますよね、うん、重心の位置とかちょっとここ削ってるから。ああ、そっちなんですか、抜けじゃなくて、うん、確かになんかヒール寄りなんかなみたいな感じはするけどな。あ、そっちか。なんかね、僕先っちょにあった方がこの、うん、あ、回る、ギア効果ってことね。はい、なんか、ま、こっちにあったらキュンキュン回るじゃないですか。あ、はいはい、重心が手前だったら、うん、そっちか、なるほど。どうやろうな、それか下にあったらたまって前に飛んでいくじゃないですか、うん、だからこういう難しいマッスルバックみたいなやつとかって、うん、あの重心を高くして球を一定な飛ばし方したいじゃないですか、うん、だからこの下をのけて、うん、どこに持ってったの重量じゃ、ここですかね、このそんなとこに持ってった僕にそんな愚問聞くからですよ、分かるわけないじゃないですかあの詳しく知りたい方は三浦技研さんに問い合わせてくださいホームページにも載ってるかと思われますけど、僕らはちょっと勝手に想像して喋ってるだけなんで、このちょっと青めっちゃ綺麗な、ほんまに、うん、やばいな。この KM ってどういう意味なんですかね。三浦勝博。あー、そういうことか。はい、神です。あ、そういうことか、神かそれもありますということでね、まあ見た目はちょっと斬新なんですけど、はい、これがどんなもんか打っていきますか。はい、この企画ええな、なんか新品のクラブってよくない。確かに新品はいいかもしれない。中古でいつも使ったやつ売ってくれは嫌やけど、はい、筆下ろしじゃないけど嫌な言い方しますね男が筆下ろすってなんかちょっと、はい、一発目レオン君言ってほしいみたいな人送ってきてくれてもええけどなすごいプレッシャーですよねなんか天ぷらコンとかついてもええんやったあれハマレオン実はみたいな
で天ぷらコンついてんのに動画どんだけ天ぷらしてない、あれみたいな、そこカットしてるみたいな、おかしいぞみたいになるんですかね。いやいい企画かもしれん。持ち込みクラブ新品のみ受け付けます。そうですね、新品のみです。はい、じゃないと、ちょっとね、中古はやめてください。じゃないと俺のまあまあええから売ってみて、どんだけせなあかんねん。何ぼでも来るんで。ただでさえなんか今これ使ってるんですけどどうですかとか質問を受けるんですけど、はい、そう、まあ、できればうちのグループで買ったクラブが最高です。そうですね、それに越したことないですね。はい、はい、それやったら喜んでレビューしたいと思うんで。確かに。じゃあ早速打ちますか。打ちます。シャフトはもう慣れてる。はい、いつも使ってるんで、はい、シャフトやもんね、 OTI85。 はい、もう慣れたシャフトなんで、はい、お願いします。はい、じゃあこの KM700 に OTA85、はい、どうなんやろそのアイアン。どうなんでしょうね。そらなんかいろいろ考えられてる、会長のマーク入ってるぐらいから。これターフ取っていいんですか。ターフ取ったのドスン言うだけやから、やめて。いやなんかこうガーンって行きにくいというか、新品やから。あ、まあまあそれは大丈夫じゃ。確かに売ってくれ言ってるぐらいやから、うん、よし行くか。ちょっとね、計測器がアイアンだけなんか10ヤードぐらい飛んだり、はいはい、飛んだり、ちょっと右に行きやすかったりするんですか。飛ばんかったり。ええ音よ。うん、なんか思ってるより簡単な感じ。ああそうな。はい、なんか薄って思うじゃないですか、うん、でもなんかそんなことなくて。芯はやっぱマッスルっぽいから。いや、広い感じ。広そうな感じする、うん、簡単に弾上がるんで意外とロフトはあんねん。あ、そうなんですか、ね、うん、あのストロングじゃないねんけど、だいたい三浦34とかが多いねんけど、一応、はい、33。ああ、うん、33でこんだけ簡単に弾上がったらいいですね。うん、思いっきりいきます。はい、まあ何球かポンポンポンと打ってもろて、はい、はい、構えた時のそのトップグレードの細さみたいなのは。トップグレードは気にならないですけど、トゥーの上の方は慣れがちょっと必要かなと思います。尖ってる部分は。はい、でも僕その MC500 さんですよ。はいはい、501か、うん、501欲しかったんで、501もこうなってたんですよ。だから別にちょっと見えるなぐらい、うん、なんかドロー出やすそうやなぐらいの感じです。ああそうなん、はい、ほんまに簡単そうに打つな。簡単です。次フェード打ってみてよ。はい、でもやっぱりなんか重心の位置なのか、うん、ボーンって前に行かないですね。上に行ってくれるんで良さそう。いいですね、アイアンとしては。もう悪いモデルないからな。いいよだよね俺それちょっとストロングやと思ってて、はい、なんとなく勝手なイメージで、全然ちゃうかったわ。なんか日本で触れんじゃないですか、ね、メイドインジャパンなのに意外と触れんというか。ああ、カスタムできへんってことだな、はい、あれなんでなんですか。カスタムさせへんのじゃん、もう完成されてるから。なるほどね、もうこの状態で売ってくれってことやと思うね。もう仕上がってますから、うん、自信作。何をいじる必要はあるね、常識にとらわれるな。でもこの肩にはとらわれてますよ。怒られますよ。なぜか三浦技研が言ったことじゃないことを勝手にこっちが。フェードね。はい。あれ？右手殺しかなくなってる。レオン回して、あーでも、あ、ほら、なってる多めに見てくれますね、これは。なってるなってる、一応フェードとは言うやんけどもう一枠大きめで欲しいかな。そうですね、もう一枠いきます、はい、じゃあもう一枠大きめの。ちょっとじゃあ、どんな感じですか。目の前、木があるぐらいの感じですか。いや、そこまでいらんかな。そこまでじゃあ、うん、普通にワテ持ち玉はフェードですねみたいなぐらいのフェードその言い方、その人120ぐらいしか7枚
いや、ええんちゃう？こういう感じですよね。うん、違う。いや、ええぐらいと思う。うん、今はええぐらいじゃない？そうですね。はい。安定してんな。でもやっぱこのシャフトでフェード出すのはちょっと厳しいです。なんかいい感じのドローが出るシャフト。打ち出しの角度はずっと20度のような気がする。うん、素晴らしいね。なんですね、こいつ。僕のより楽な気がしますね。ああ、そう。ああ、DC101 より。全然ミスらんやん。本当マジで難しそうやからさ、はい、ミスるかなと思ったけど全然ミスでいや、もうめっちゃ簡単ですなんか褒めてばっかりやけど、さすが会長やな欲しいなだからこういうの、こういうの答えなんですよ欲しなるから、欲しなるから知らんことがなんか仏というかなるほどな、知ってしまったら、知ってしまったら星なるで、星なる、何言っても星なるんちゃう。昔そういう時期僕ありましたよねお前また買ったみたいな時あったもんな。いやいいですね。うん、ちょっと、はい、振ってみます。あ、振る。じゃあ最後本気の、もうラフの中でフライヤーかけるイメージ。うん、音がええわ。めちゃくちゃええやん。うん、めちゃくちゃええ球よ。スピンだけが増えた。ちょっとスピン入ったな、はい、スピンが増えて飛ばなかったです。でも打ち出し角ずっと20度。そのこれでバコーンって飛んだら、うん、多分重心下なんやろうなと思って、うん、なんか縦距離がこうばらけてもおかしくない、そういう、うん、そっちの楽なクラブなんかなと思ったけど、うん、そっち系の楽なクラブではないですね、うん、こんだけ振ってスピンが入るんやったら縦距離合う系の。ヘッドは回らん。回らないですあんまり、うん、ただシャフトがよく動くシャフトなんで、はいはいはい、普通に打てばドローが出ます、うん。まあ、そもそもクラブってこっちに重心があってこの開閉運動なんで、うんうん、ドローできるようにできてるらしいんですよ。だからまあそれもあってシャフトもあってドローが出るんで、まあ、基本的にこっち一辺とですね、この組み合わせだったら。うん、ええ組み合わせやな。うん、僕はすごい好きというか、うん、もう僕の組み合わせ、僕のプレーと、はい、30万個って、30万はいかんけど20万後半ぐらいのコースたった今諦めがつきました。諦めは完璧につきましたね。まあ、あのうち三浦技研取り扱ってますんで、はい、はい、ぜひ皆さん。今どれぐらいかかります納期？ 3、4ヶ月。あ、じゃあそこまでいつもかかってないですね。かまあ3ヶ月ぐらいかな。ちょっと KM700 それ時間かかったけど、はいはい、やっぱ最近 CB302 が爆売れ中なんで。売れてるらしいですね、はい、あれ爆売れしてますね。一応シダも下巻きの動画の時に見せたんですけど、あれゴルフ場でね、あれちょっとゴルフ場でやっぱ芝の上で抜け感、そう抜け感確かめたいんで、それまた撮影したいと思います。はい、じゃあこの KM700 が欲しかったよって方は、はい、うちで買ってください。はい、お貸しいただいたお客様ありがとうございました。ありがとうございます、はい、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。